四万十町の松葉川温泉にやってきました。駐車場広いです。ホテル松葉川温泉、まだですね1時51分ですのでチェックインできるかどうかわからないのでちょっと聞いてきます。まだ部屋には入れないみたいだけど、はい、あれはい、例のやつ、はい、四万十町の新居前売ってますね。でこちらは生乳仕込みアイスクリーム、美味しそう。今日帰ってきてから食べようかな。ここにテラスあります。で今日の食事はここのレストランだそうです。売店でこのジンジャーエール売ってまして378円ですけど、なかなかこうもろ入ってるって感じですよ。ではやっちゃいましょう。はい、では開けます。オープン。はい、じゃあやっちゃってください。爽やかな味と香りが体全体に染み渡ります。臭いです。あ、アメ湯かなと思ったら全然違う味です ね、 ちょっと違うね。本当にあの生姜をこかじってるような味です。なかなかキーとかね、うん、これは強烈。これはむしろ喉が渇きそう。辛くて。いや本当、部屋の方には入れなかったんですけれども手続き終わりましたので今から歩いていこうと思います。ここに登山道ルートマップがありますね。現在地がここですね。でずっとこう行ってなんか橋をピュッと行って、どういうこと分かっていません。オーバー聞いたのに忘れています。で観光案内ここにありますね。で、はい、ちょっと色冷めてますけど、まあいろいろこの四万十川沿いに見どころがあるということです。こっちにもルートあるよ。これルートを確認できました。このホテルの前を通り過ぎてこの吊り橋をまず渡るそうです。あ、そこに分かりやすい地図あるじゃん。でこう行ってこう行ってここをなんかこういうふうに行けるって書いてたんだけど、あ、じゃあ行けるんじゃないの、うんうん、まあ、はい、行きましょう。はい、行きましょう。席がありますね。揺れています。またおばあが揺らしています。嫌がらせしています。うわー、すごい揺れる。
森林公園。いや、すごく整備されてます。綺麗な木道ができてました。いやー、暑いけどね。綾野、大吊橋、はい、綾葉、じゃあ、あそこもこっち行ったらよかった。うん、あ、違う、テルハ、綾野、テルハ、大吊橋、日本一の大吊橋、世界一やったんだね。今は違うけど、この、何、階段上がるの、ちょっと上がってるのか、登らなくて済んだわけ。そう、いや、上がってみます。これがトロッコ道だそうです。前はここに線路があったんですね。トロッコ道って書いてる、はい、あ、左、いや、この辺りがそうって、あ、そうそう、さっきのとこは堀切りだったんだね。うん、ただの柔道ではしないじゃない、うん、やっぱり軌道があったから、そう、そうですね。今頃気がつきました。なんかえらく大掛かりにしてるなと思うんだ、うん、森林軌道のため掘られたところ。二つ目の吊り橋まで歩いてきました。これを行ったところはキャンプ場なわけだな。え、これを往復するんじゃなかったっけ。え、違うの。もうちょっと奥まで行くわ。吊り橋渡っています。おばあがまたまた揺らしています。まあこれ低いからね、さっきよりさらに怖くないですね。あ、キャンプ場広いね、これ。これキャンプ場でしょ。これ向こうから車で来れるんや。いいね。うん、あれがトイレでしょ。ね。じゃあ戻りましょう。で、ホテルに温泉入りに行きゃいけないしね。え、でこれから奥に、さらに奥に行くんだよ。いや、そうじゃなくてよ、キャンプに泊まって、はいはい、温泉にも入れるよねという。シダが茂って、まるで熱帯雨林を歩いているようです。行く手にウサギ発見。おばあがそろりそろりと近づいています。あー、逃げた、残念でした。どうやらここは材木の集積場のようですね。では道路に出ましたので戻ります。なんかあっという間でしたね。ホテルに帰ってきました。ホテルを通り過ぎて車道歩きをしています。歩いてきたのと反対側の道、あのちょうど車で来た道を戻ってる形になりますね。覚えてない。まあおばあはそんなもんや。田んぼ田植えをしています。で、この川を渡ってホテルの方に戻ります。ここから遊歩道になって、ちょっと毛が出そうな雰囲気ですね。こんなの眺め、ずっと川沿いに遊歩道が走ってるようですね。
せせらぎの音が聞こえます。火が差して明るくはなりましたけれども、その分茂ってるようですね。はい、来る時に通った切り通しのところまで戻ってきました。やっぱりこれがトロッコ道だったんですね。あの切り通しを通ってずっと 歩いてきた遊歩道を抜けていったようです。では来る時に渡った吊り橋渡り返します。ホテルまで戻ってきました。ここまでで50分、 2.97 キロ、累積標高差 42m でした。いや暑いです。涼しいかと思ったんですが、やっぱり標高ないんでね、暑かったです。じゃあ温泉だ、汗流します。あ定休日毎週も